い声援。なんで目の声援ばっかなんだよ。坊やだからな。うわ、今日も球走ってますね。甲子園も良かったけど、やっぱ神宮もいいよな。もう一球、まっすぐ来い。すごいキレ。骨の髄まで見尽くしてやる。早く帰って投げたい。なんつう音させてんだ。諸君、歴史を変える時が来たのだ。両チーム整列。ショータ団長。いいぞ、OK、ナイスボール。ナックルボーラーか。クソ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 。どうだ。キャッチボールか。君の球はあの稲実にも通用する。私は君を誇りに思うぞ。はい、アウト。相手は相手、我々は我々の野球をやるだけじゃないのかね。行こうぜ。しゃー。さあ、どうやってあのナックルを攻略する。誰にでも簡単に投げることができないからこそ魔球と呼ばれる球なんだ。焦りはチームに動揺を生み、ミスを誘発する。ボール。大振りは必要ね。さっきと違う変化。大丈夫。5番ピッチャー鳴宮君。ねえ、待てよ。心を落ち着かせろ。あんなた、一つずつ行くぞ。さあ行こうぜ。あちゃん、心を落ち着かせて投球すべし。イナジスのクリーンナップが。おっしゃー、行くぞ。おい、俺たちだってイナジスと渡り合えるんだ。投げ合いなら負けねえって。ちゃんとした変化球だから。あいつらしいプレッシャーのかけ方だな。俺すごくね。やるね。来ねえよ。トレイク、バッターアウト。チェンジ、シャー。こんなハイペースで9回まで投げ切れるはずがない。一点もやれねえ。打ち取った当たりを立て続けにエラーだもん。でもなんで急に守備に乱れが。鳴宮のピッチングだな。おそらく桜沢には鳴宮から点を取るイメージが全くないんでしょうね。明が初回から飛ばしていたのはこの状況を作り出すためか。びっくりした。お前らなんでそんな顔してんだよ。せっかくこんな場所で野球ができるんだ。思いっきりやってやろうぜ。ゴー。さあ、ノーアウト1、3塁。打席には稲実の主砲、原田。打てー、原田。マサさん、頼むぞ。それでも俺はこいつを信じる。投げ急いではいけない。天の心を。俺はこいつと甲子園のマウンドに立ちたいんだ。ナックルボーラーは
少しの気持ちの動揺でもボールに影響が出てしまうんですね。決めてこい。すまんな、後で締めとくから。これだけ思いっきりやられたらもう未練はない。メイ大志君、稲術最強、イエーイ。俺たちが勝つ、絶対に勝つ。勝った方が甲子園。去年の借りを返すには最高の舞台じゃねえ。西東京代表を決める最後の戦いが幕を開ける。ほら来だから言ったろ、後悔しても知らないってさ。すぐ体動かさねえと爆発しそうだぜ。うが、沢村くんたちは。みゆきくんがトイレ連れてったよ。早くしろよ、ついてこなくていいのに。今年も優勝は稲実で決まりか。どっちにしろタフな戦いになりそうだな。みゆきじゃねえか。スタンドから高みの見物か。あんな完璧なピッチングされたらな。そういや、このメンツが揃うのもあの時以来じゃね。おいおい、すごいメンツが揃ってるな。こいつら全部お前が集めたのか。カズヤにも稲実からの誘い来てんだろ。環境としても文句ないと思うぜ。悪いけど俺ずっと前から聖堂に誘われてんだよね。国友監督の実績に比べたら片岡監督はまだ若すぎると思うけど。いや、そういうことじゃなくて余計に戦ってみたくなる。最後にもう一度だけ聞くけど。ごめん、無理。甲子園だけは譲れねえから。じゃあ試合でな。ああ、すっきりした。古谷君、まだ試合じゃないよ。誘われてたみたいだな、お前も稲実に。まあでもクリス先輩、レイちゃん、二人に出会ってなかったら俺も向こう側にいたかもね。そう考えるとこれは運命だったのかもな。この中でキャッチャーをやりたい者はいるか。俺ピッチャーがいい。はい、俺やります。おお、キャッチャー。アウト。ツーアウト。おかしな子ですね。なんだとてめえ。あれじゃピッチャーが牽制投げにくいでしょ。おいカズヤ、てめえ1年のくせに。1年でレギュラー取ったからって調子に乗んなよ。さすがに今日は来てねえだろ。おやろう。セカンドカバーが遅い。うるせえぞてめえ。アニマルだろあれ。滝川クリスユウ。あれがアニマルさんの息子さん。白川、ランナー大事に行こう。ストライク、ストライク、バッターアウト。スアウト、縛ってこ。みゆき和也か。来たな。We'll be right back.